ドロドロとしたものを飲んだけど、すごいその後爽やかな炭酸飲んでるみたいな、高低差で整うわって言いたくなっちゃうんですけど、とっても34年前の歌詞と思えない切れ味ですよね。はい、どうもロックのお兄さん、キテナンです。このチャンネルは古今東西の様々なバンド、アーティスト、ミュージシャンについてあくまでざっくりご紹介している音楽解説 YouTube チャンネルでございます。今よりもっと音楽を楽しめるように様々な情報を発信しております。というわけで本日の動画は岡村康幸家庭教師徹底解説でございます。よろしくお願いします。僕のチャンネルではですね、毎月1枚ずつ、まあ、いわゆる名盤と呼ばれているアルバムの解説を出しているわけなんですけれども、今回は岡村康幸さんの家庭教師というアルバムの話をしていきたいと思います。まあ、岡村ちゃんですけれども、まあ、岡村ちゃん自身についてはね、別の動画で解説出させていただいてまして、まあ、今でもすごくね、ちょこちょこ見ていただいている、まあ、ロングヒットのね動画になっているわけなんですけど、まあ、今回はそんな、まあ、岡村ちゃんの出した中でも、まあ、アルバムの中でもね、まあ、特に名盤と呼ばれているこの家庭教師というアルバムの話をしていきたいと思います。まあ、ジャケット画像をね見ていただくと分かると思うんですけど、結構そのカオスなねジャケットではあるんですけれども、このアルバムに入ってる曲もですね、まあ、かなりカオスというか、すごくね岡村ちゃんのこう要素がギュッとね詰まってるような傑作ですので、まあ、ぜひね聞いたことないという方はですね、この紹介動画見て後にでも構いませんので、聞いてみていただきたいななんて思っておりますので、まあ、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。ね、それでは早速やってまいりましょう。はい、というわけでまずはざっくり概要を喋っていきたいと思います。このアルバムはですね、1990年11月16日に発売されました、岡村康幸さんの4枚目のアルバムでございます。このアルバムはですね、90年代を代表する名盤なんてね言われることも多くてですね、すごく、まあ、評価の高いアルバムなんですよね。で、あのミスターチルドレン、ね、ミスチルの桜井和俊さんも絶賛しておりまして、岡村康幸パート2になりたいと悪戦苦闘しながら音楽と愛し合っているなんていうコメントも出しちゃうぐらいですね、本当にこのアルバムはめちゃくちゃ評価されてるわけでございます。まあ、アルバム自体はね全9曲入りで、まあ、合計時間24分ぐらいの、まあ、比較的コンパクトなアルバムではあるんですけども、この24分にめちゃくちゃ濃厚な岡村ちゃんの要素が入っているということでですね、もうすごくね何回も聴きたくなるようなめちゃくちゃいいアルバムなんですよね。で、なんですけど、このアルバムというか、まあその他の作品もそうですけど、まあ、岡村康幸さん自身による、まあこのアルバムについての、まあ、発言っていうのは結構こう少ないんですよね。割とその作品について喋らないことで、まあ、作品に対する誠実さってのを示しているなんて言われてますけれども、まあ、だからこそね、ある意味、まあ、謎の多いアルバムでもあるんですけれども、まあ、今回はそんな、まあ、岡村ちゃん、岡村康幸さんの、まあ、傑作アルバム家庭教師についてね、まあ、一曲ずつ話していきたいと思っております。はい、というわけで続いては収録楽曲ということなんですけど、まず1曲目がね、どうなっちゃってんだよっていう曲でございます。まあこのタイトルもねすごく、まあ、岡村ちゃん節をね感じるんですけど、まあシングルにもなってる曲ですね。もうほんと聞いていただくとわかると思うんですけど、本当に岡村ちゃん流のファンク全開の曲でですね、まあすごくね、もう1曲目からめちゃくちゃその音も楽しいし、メッセージ歌詞もすごく刺さるしみたいな曲なんですけど、まあそのね、この曲のまあ歌詞の中でですね、好きだと言えない癖して子供みたいに死ぬほど言ってもらいたがってるとか、一生懸命って素敵そうじゃんとかですね、結構そのな思春期特有のなんか心情みたいなとこ描写してんのかななんて思うんですけど、まあ思春期に関わらずなんか大人にも当てはまりそうなメッセージな気がしますよね。なんか好きってもう自分からはいらないけど言ってもらいたい人とか、なんか一生懸命って素敵そうじゃんってことは自分は一生懸命じゃないというか、そういう熱さ持ってないというか、なんかそういう思春期限らず大人にも刺さりそうな歌詞だななんて思うんですけど、僕はねこの曲の最後の歌詞ね、無難なロックじゃ楽しくないっていう歌詞がなんかめちゃくちゃ好きで、なんかこの曲に限らずな
んかアルバム全体で岡村ちゃんがこう言いたいことなような気はしてですね、あ、なんか全然その岡村ちゃんがやってることはね、あのファンクだったり R&B 寄りだったりするんですけど、なんか無難なロックじゃ楽しくないっていうのが、うん、なんかその岡村ちゃんの言いたいことな気がするんですよね。でちなみになんですけど、この曲ねトリビュートアルバムでくるりが、まあ、カバーしておりまして、まあそのねカバーあのサブスクなかったんでまだ聞けてないんですけど、まあ、そんなねくるりからもまあ愛されてる曲であるんですけども、で続いて2曲目がカルアミルクっていう曲ですね。まあこの曲もシングルになってるんですけど、まあ1曲目のどうなっちゃってんだよっていうファンク全開からまあ打って変わってね、繊細なバラードの曲なんですよね。まあこの曲はですねバンクバンドでねミスチルの桜井さんがカバーしてたりするんで、まあ、知ってるって人も結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、この曲はですね聴いてると歌詞のね出てくるワードが結構その時代を感じるっていうか、まあ、例えばファミコンとか、まあ、ディスコとかレンタルのビデオとかめちゃくちゃその歌詞のワードに平成を感じるんですよ。なんかそういうところね僕なんか懐かしいなって思っちゃったりするんですけど、なんか内容的にはねなんか大人の恋愛を書いたような歌詞でですね、なんか元カノとやり直したいと思ってる男のまあ曲だったりするんですけど、なんかそういう切り口のラブソングというか、なんかこうそのなんかやり直したい男の気持ちとか、なんかモテない男の気持ちとかっていうのをまあ書かせると岡村ちゃんの右に出る人はいないんじゃないかなって思いますね。で結構そのこの曲というかこのアルバムがリリースされた当時の、まあ、日本ねどういう感じだったのかっていうと、まあ、90年代ねなってくるとバブル崩壊の年だったりするわけなんですけど、正直そのバブルってねすごく当時はずっと続くんじゃないかなんてみんなね、まあ、日本では思われてまして、ジャパンズナンバーワンなんて言葉もねありましたけれども、まあ、日本がもう頂点取ったぜみたいな空気感ありつつ、まあ、海外ではね天安門事件が89年にあったりとか、なんかこうイラク軍によるクウェート侵攻が90年にあったりとか、なんかこう海外は穏やかじゃないみたいな空気感があってですね、なんか日本のこう平和ボケしてる感じと、それ海外のなんか穏やかじゃない感じのなんか温度差みたいなところをなんか岡村ちゃんは感じてたんじゃないかなっていうのが出てるのが、次の3曲目のかっこいいなって曲なんですよ。このかっこいいなっていうね曲名の表記の仕方もなんかこう面白いんですけども、なんかそのねその時代の空気感みたいなところを歌詞にすごい感じるんですよね。まあ、それが例えばですね、僕らがいつか大人になった時こんなことしてちゃ絶対戦争すりゃすぐ負けちゃうよってフレーズがあって、なんかはっきり戦争っていうフレーズが入ってるところがすごいハッとするわけなんですけど、なんか岡村ちゃんがこう世界見た時当時ね、なんかこう日本と世界の温度差みたいな、なんか海外がすごく不穏な感じになってるけど日本大丈夫みたいなところもなんか感じてしまう歌詞で、なんかそういう時代をこう切り取るとするみたいなところもねすごい感じるわけなんですけど、まあ、サウンド的なね意味で言うと、まあ、イントロにねそのなんかこう声が入ってるわけなんですけど、ちょっとこうメロディーというかなんかこうコーラスみたいなのが入ってるんですけど、これがあのプリンスのねアメリカっていう曲の引用と言われておりまして、まあ、岡村ちゃんといえばね和製プリンスなんて言われてまして、すごいプリンスを意識している部分が大きいんですけど、なんかそういうところのサンプリング引用があったりとか、なんかそのサウンド全体のこうわちゃわちゃした感じというか、いろんな音が鳴ってる感じっていうところで言うと、なんか米津玄師さんに通ずる部分があるのかななんてちょっと思ったりするんですよね。まあ、そういうサウンドがめちゃくちゃかっこいいっていう部分と、まあ、歌詞を読むとすごいシビアっていうところがこのかっこいいなっていうね曲にすごい感じるんですけど、なんかその曲の次のね4曲目家庭教師なわけなんですけど、まあ、アルバムのタイトル曲なんですけど、まあ、この曲がですね結構そのエロティックな問題作だななんて僕なんかは思っちゃったんですけど、そのねこの曲はですね結構アコギのねアコースティックギターの悲しげな音色から始まる曲なんですよね。ちょっとフォークかなって一瞬思っちゃうような曲なんですけど、まあこの曲の歌詞がですね結構エロティックでですね、どういう歌詞があるかっていうと、撫でちゃい大会僕の高層ビルディング優しく素肌でとか、愛情を持って教育したいんだ参考書は僕のヒップとかですねとんでもない歌詞なんですよ。いや僕の高層ビルディングとかね本当にもう下ネタすぎるっていうか、参考書は僕のヒップっていうのはなかなかね
その直接的だなみたいな感じはするんですけど、まあ、この曲ね、だいたい曲時間6分ぐらいあるんですけど、そのね、曲時間の、まあ、2分40秒ぐらいが、まあ、語りなんですよね。その歌詞にないんですけど、そのちょっとそのなんかこう語り劇みたいな、ラジオドラマみたいな、なんかそういうのが入ってて、それもまたなんかそうちょっといけないものを聞いてるみたいな感じがあって、ぜひね、どういう内容かっていうのは実際聞いてみてほしいんですけど、いやこれをやっちゃうのがなんか岡村ちゃんだなみたいな、じゃ岡村ちゃんだからこそ許されてる部分が結構大きいなっていう、この曲にすごい感じるんで、いやこのね、こうちょっと問題作みたいな風にとらわれそうな曲のタイトルをアルバム名にしてるっていうところが、なんかそのこう岡村ちゃんの表現したいエロスみたいなところもすごい感じるんですけど、でそういうちょっと問題作の次の曲がね、あの子僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろうっていう、まあ、すごい長いタイトルなんですけど、この曲はですね、多分岡村ちゃん代表曲の一つだったりするんで、まあ、知ってる方もねいるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そのロングシュートっていうのに単語が入ってる通りですね、この曲はあのバスケの曲なんですよね。結構そのキラキラしてる曲調で、その家庭教師の結構生々しいエロスっていうか、そのドロドロとした感じから打って変わって、すごいキラキラとした青春の曲なんですよね。もう汗で滑るバッシュとか、革命チックなダンキンシュートとか、青春ってワンツースリージャンプっていうフレーズもね入ってるぐらい、青春ってワードが入ってるぐらい、本当にその青春の1ページをその一瞬を切り取ったような曲ではあるんですよね。すごいこの曲がね、この家庭教師の後に入ってることで、あ、なんかそのドロドロとしたものを飲んだけど、すごいその後爽やかな炭酸飲んでるみたいな気持ちになって、一回ここでリセットできるなみたいな、なんかそういう曲でもあるんですけど、この、この曲のね、サビの青春ってワンツースリージャンプってフレーズがあるんですけど、この曲実はアジカンで引用されてまして、日坂ダウンヒルっていうアジカンの曲があるんですけど、この曲の中でね、青春ってワンツースリーでもジャンプなんてできないってフレーズがありまして、思いっきりここ岡村ちゃんだなって思うんですけど、これなんでかっていうと、この日坂ダウンヒルの日坂っていう、まあ、場所がですね、あの鎌倉高校前っていう、まあそのスラムダンクの舞台になってるところなんですよね。そのオープニングテーマとかでも出てくる、その海が見える踏切のところなんですけど、そこはまあ日坂っていう昔に日坂って駅の名前だったんですけど、まあそこでちょっとバスケつながりで、多分そのこの岡村ちゃんの曲から引用してんじゃねえかなっていう、ちょっとソースは見つからなかったんですけど、その歌詞を見る限りの考察ですけれども、多分その岡村ちゃんから取ってきてんだろうなっていうのを感じるので、ぜひね、アジカンファンの方もね、この曲聴いてほしいななんて思うんですけども、まあそんなそのキラキラした青春の曲の次がですね、6曲目祈りの季節なんですよね。この曲はかなりこのスローな、まあ、ファンクっていうか R&B の曲なんですけど、まあこの曲がですね、かなりその社会派な一曲なんですよね。歌詞のテーマがですね、まあ少子化とか高齢化とかですね、そういうその社会でも起きてる実際の問題をテーマにした曲だったりするんで、なんか岡村ちゃんの曲にしてはかなり社会風刺だななんて感じはするんですけど、まあ、歌詞がね、どういうものがあるかっていうと、戦後の頃より大金持ちなんでしょとか、老人ばっかじゃベイビー、バスケットもロックも選手がいなくなってオリンピックには出られないとかですね、もう特に最後のフレーズがすごい切れ味すごくて、セックスしたって誰もがそう簡単に親にならないのは、赤ん坊より愛おしいのは自分だからっていうフレーズで終わるんですよ。とっても34年前の歌詞と思えない切れ味ですよね。まあ使ってるワードとしてはね、なんかセックスとかね、そういう性の、まあエロティックなワード使ってたりするんですけど、結構その言ってること自体はめちゃくちゃ切れ味鋭くて、なんか赤ん坊より自分が愛おしいからなかなか親にならないんじゃないみたいな、そういうところも行っちゃったりとか、老人ばっかりとか、なんか昔の戦後よりお金持ちなのになんで豊かじゃないのみたいな問いかけにも聞こえるっていうですね。でその曲のタイトルが祈りの季節ってところも、なんかすごくこう岡村ちゃんのメッセージを感じるっていうか、もともとこの曲なんか眠れぬ夜っていうねタイトルだったらしいんですけど、その価格が変わってね、祈りの季節になってるっていうところが、なんかちょっとだけポジティブに変換をされてるんですけど、言ってることはめちゃくちゃ
ちゃシリアスでシビアで切れ味半端ないんで、なんかね一個前のね、あの子僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろうというめちゃくちゃキラキラした青春の曲の後にね、めちゃくちゃ社会派な曲持ってくるっていうですね、この4曲目5曲目6曲目のこの高低差っていうかめちゃくちゃエロティックな曲やって、青春な曲やって、さらに社会風刺な曲持ってくるっていうですね、この高低差で整うわって言いたくなっちゃうんですけど、でさらにそこからシームレスにつながって7曲目ビスケットラブっていう曲が始まるんですよね。でこの曲はですね、まあ、サウンド的な意味で言うとちょっとベックを感じるっていうか、なんかアコースティックでちょっとそのリズムも入っててみたいな曲なんですけど、このビスケットっていう言葉ね、なかなかその日本人的にはそのお菓子のビスケットかなって思っちゃうかもしれないですけど、そのスラング的な意味がありまして、これはですね、まあ呆れるとか最低とかそういう意味があるらしいんですよね。でビスケットラブだから、まあ呆れるような恋愛とか最低な恋愛とかそういうね意味があったりするかななんて思うんですけど、まあ、歌詞の内容を見てみると、なんかその体だけの関係なんだけど、なんかその男の子からしたら僕に乗り換えないみたいな、僕と付き合わないみたいなことを言ってるような曲だったりするんで、割とねその歌詞に出てくるワードがね、先輩のガールフレンドとか割と学生が主人公だったりするんですけど、なんか大人にもね当てはまりそうというか、そういう恋愛してる人いそうだなみたいな風に思っちゃったりするんで、もしかしたらなんか自分を重ねたりできる人がいるかもわかりませんけども、でちょっとそういうドロッとした、まあ、恋愛の曲の後に入ってるのが8曲目ステップアップっていう曲なんですけど、まあ、この曲がめちゃくちゃノリが良くて、なんかビッグバンドが一緒にやってるようなファンクの曲なんですよね。で冒頭で岡村ちゃんもですね、おたけび上げてまして、あおおほうみたいななんともその再現難しいんですけど、すごい岡村ちゃんのおたけびが聞けるというですね、すごくライブ映えしそうなめちゃくちゃノリノリの曲なんですけど、まあ、この曲にもですね家庭教師と同じくね語りが入ってるんですけど、その語りと言っていいのか分かんないですけど、そのライブのノリでこう湧き出てくる言葉みたいなところがあって、例えばね、一人ぼっちじゃボバンボン、二人じゃなくちゃボバンボンっていうね謎のフレーズがあるんですけど、この謎のコール&レスポンスがね入ってて、これがまたライブの音源聞いてるみたいな感じになって、フレーズの意味はいまいちわかんないけどめちゃくちゃ楽しいみたいな。まあ、あとですね、お前がいなきゃお金持っててもしょうがないぜとかいう風に言ってる、その岡村ちゃんなりのというか岡村ちゃんのかっこよさがめちゃくちゃ濃縮されてて、でそういうねノリノリのファンクの曲の後に9曲目最後ペンションっていう曲が入っているんですけど、この曲がですねめちゃくちゃ締めくくりにふさわしいバラードで、めっちゃ美しい曲なんですよね。で、まあ、この曲はですね割とその歌詞を読んでみると、その男の子と女の子でなんかそのペンションに出かけるみたいな曲だったりするんですけど、当時のプロモーターやってたね、まあ、福田さんという方がいるんですけど、この方がねこの曲の、まあ、考察っていうか解説をしてまして、それなりの主人公の成長の証を切り取ったようなハッピーではないかもしれないけどという予感っていう風に言ってまして、なんかこのアルバムに出てくるというか、このアルバムのストーリーの最後ってなかなかこうそのハッピーエンドではないんだけれども、なんかこの物語に出てくる男の子の成長を感じるみたいなところもあるんですけど、まあ、この曲の歌詞の中でですね、平凡な自分が本当は悲しいってフレーズがあるんですけど、岡村ちゃんのどこが平凡やねん、もう誰よりも非凡なんじゃねえかなって思うんですけど、なんかこのフレーズ聞いた時ね、米津玄師に I'm a loser って言われた時と同じ気持ちになりましたね。いやそんなわけないだろっていうふうにね、思わずその聞いてる人はね言いたくなっちゃうんですけど、岡村ちゃん自身はなんか自分のことを平凡って思ってたりすんのかなってちょっと思ったりするんですけど、まあ、この曲からその次のアルバムね、禁じられた生きがいに繋がってるんじゃないかみたいなのも福田さんおっしゃってたんですけども、まあ、そんなわけでね、家庭教師ザザザザと収録曲喋ってきましたけれども、まあ、まとめとねしまして、この曲、まあ、どういうアルバムなんだと、まあ、一言で言うとすれば、まあ、エロと青春と社会風刺が詰まった濃厚なアルバムだなというふうに思うんですよね。なんかそのそれぞれの要素、例えばエロで言うとね、セクハラ上司っていうワードがあったりとか、僕のヒップとか性生活
とか、まあ、セックスってワードも結構出てきてますけれども、かなりそのエロティックな、まあ、世界観だったりするんですよね。ここまでそのエロティックなワードが結構入ってるアーティストっていうのは当時あんまりいなくてですね、まあ、福田さん曰くね、そのよりイメージが膨らむ形でエロティックなものは多分なかったと言ってるぐらいですね、結構生々しさを感じるような、まあ、エロティックなワード入ってるんですけど、こういうところがね、岡村ちゃんが変態と言われるゆえんなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それと一方でね、めちゃくちゃ青春のキラキラした曲、まあ、それね、あの頃僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろうみたいなキラキラした曲も入ってるんですよ。歌詞で言うとね、青春ってワンツースリージャンプとか、先輩のガールフレンドなんかもすごく学生生活感じますし、学校っていうワードも出てきてますし、割とその思春期の青春のキラキラした世界観みたいなのも同居してるっていうのもめちゃくちゃすごくて、でさらにその祈りの季節に代表されるような、なんか高齢化社会とか老人とか、そういう実際の日本の社会を風刺してるというか映し出してるような曲もあったりするんで、そのエロと青春と社会風刺っていう、普通だったらその全部両立できないはずのこれだけの要素をね、もうギチギチに詰め込んでるにもかかわらず、ちゃんとアルバムとして一つにまとまってるっていうところに岡村ちゃんの凄みを感じますね。まあ、なのでサウンド面もすごくかっこよくてね、すごい魅力的なんですけど、まあ、歌詞をぜひね、じっくり見ながら読みながら聴いてほしいアルバムだなぁなんて思います。今から34年前のアルバムではあるんですけど、すごく前のアルバムではあるんですけれども、もう今でも色褪せないようなサウンドだったり歌詞だったりするんで、ぜひぜひ、知らなかったという方は聞いてみていただきたいですし、好きですと、ファンですという方はですね、僕の解説だけではちょっと足りない部分結構あるかと思いますんで、ぜひぜひね、補足コメントの方もお待ちしております。はい、というわけで岡村康幸家庭教師徹底解説と題しまして喋ってまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、この岡村ちゃんはですね、結構前にね、2年ぐらい前かな、その解説動画出してですね、すごく未だにずっと見ていただけている動画ではあるんですけど、その岡村ちゃんが作ったね、傑作アルバム家庭教師、僕もその岡村ちゃんを初めてちゃんと聴こうと思って聴いたアルバムがこの家庭教師だったりするんで、個人的にも結構思い入れのあるアルバムだったりするんでね、今回喋れてすごく楽しかったんですけど、まあ、ぜひ僕なんかよりめちゃくちゃ詳しいという方補足していただきたいなって気持ちありますし、まだまだ全然聞いたことなくて、その代表曲とかしか知らないんですよねって人はですね、ぜひこの家庭教師聞いてみてほしいなと思っております。はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もマジでよろしくお願いいたします。というわけで以上、ロックのお兄さん起点でした。ではまた。はい、というわけでアフタートークでございますけれども、今回というか今日かな、この動画が公開された日にですね、僕はとあるところにおそらく行ってるかと思うんですけど、行ってるかと思うっていうのが、なんでそんなふやな言い方なんだって感じなんですけど、数日前にですね、僕の X、Twitter の DM のね、まあ、フォローリクエストところ、なんとなく見たら、とあるね、そのところから、まあ、いわゆる案件動画の DM が来てたんですよ。で、あ、初めてこういう、いわゆる案件のお話来たなーって、ちょっとこうテンション上がったわけなんですけど、なんかちょっと怪しいなみたいな、これほんまかみたいな、ちょっとそのすごいところからちょっと連絡来まして、いや、こんなとこからね、こんな底辺 YouTuber に来るわけないみたいなとこちょっと思って、で、その DM も返信しまして、で、その、まあそのイベントですよね。イベントからの、まあ、問い合わせフォームというかメールアドレスにもちょっと問い合わせまして、これ本当ですかみたいな。こういうの来たんですけどっていうのを確認を取ってですね。その僕が今収録している時点では DM の方は返信来てないんですけど、そのメールアドレスで問い合わせた方にはまあ返信来まして、でまあその正しい案内ですよっていうのが来まして、あ、これマジなのかなって一個ありまして、でも、ちょっとその DM の返信が
ないんで、これどうなんだ、その、いつ、まあその日にちは分かってるんですけど、これどこに何時に行きゃいいのか分かんないしな、みたいな、まあ、ちょっとその、ね、やろうにもやれないみたいな状況だったりするんで、いや、おそらくこの動画が出る日にそのイベントがあるんですけど、うん、なんかそのマジだったら行ってるはずっていう。そういうちょっと曖昧な言い方になっちゃうんですけど、果たして僕はその初のね、いわゆる案件動画を作れているのかっていうところが、ちょっと、わからないですけども、まあその、もしね、マジだった場合は、その近々、いわゆるそういう案件動画、初の案件動画が出るかもわかりませんので、ぜひね、ちょっと見ていただきたい。どうなったのかっていうのを。ぜひね、見ていただきたいなっていうアクタートークでございました。で、ぜひ次の動画もよろしくお願いいたします。というわけで、以上、ロックの兄さん起点でした。ではまた。